高来明彦は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者。岡山で生まれ、国体にも出場した父に野球を教わる。中学1年時に、熊本へ移り、投手となる。熊本工業高校では最初は一類手種であったが、監督の指導で、再び投手となり、瀬ダカケと投げの日本柱を組む。3年時の1975年には、 春の選抜に出場し、2回戦で杉村修玄を擁する高知校を相手に先発するが、延長11回の末に4から5で敗れた。高知校はこの大会で優勝。同年夏は、県予選を勝ち抜き中九州大会に進むが、準決勝で、津久み校の谷崎康二に抑えられ、赤敗、甲子園出場はならなかった。高校卒業後は1976年に、 西南学院大学へ進学し、2年上にエース、門田富明がいたため外野手に転校。1年時の同年からレギュラーとなり、首位打者を獲得するなど活躍。九州六大学リーグでは優勝に届かず、2位4回に止まった。1979年のドラフト4位で西武ライオンズに入団。入団発表の前日に上京したホテルで父が休止している。 一年目の1980年のキャンプでは、首脳陣や評論家からもその素質を高く評価され、開幕から外野の準レギュラーとなる。4月5日の日本ハムとの開幕戦で7回裏に左翼手で途中出場し、プロ入り初出場を果たした。同8日の南海戦に8番左翼手でプロ入り初の先発出場を果たし、2回裏に佐々木光一郎から儀比を放ち、 プロ入り初打点を記録。12日の近鉄戦で2回裏に村田達美から先制的自打を放ち、プロ初安打を記録し、5月11日の近鉄戦では途中出場ながらも3打数3安打を放つと、翌12日の近鉄戦では先発で起用され3回表に柳田豊か,から同点にランを放ち、プロ初本塁打を記録。その後は打撃面では、 特に目立った活躍はできなかったが、外野守備では99回のあった、守備機会でわずか1失策と剣守を見せた。外野の守備で、首脳陣からの信頼を得て、シーズン終了まで一軍に定着し続け新人ながら109試合に出場した。2年目の1981年には34試合に先発出場、15試合に一番打者として起用される。 3年目の1982年には大型野球から緻密な野球を目指す広岡達郎新監督の方針もあり、6月から2番中堅守に定着。シーズン終盤には失速し、先発から外れるが19年ぶりのリーグ優勝と24年ぶりの日本一に貢献。同年の中日との日本シリーズでは第3戦、第5戦に代打として起用される。 1983年以降は出場機会が前減し、1985年には打率346でイースタンリーグの首位打者を獲得するも、1986年オフに金銭トレードで中日ドラゴンズへ移籍。新天地では計14試合の出場に止まり、1988年に現役を引退。引退後は故郷の熊本に戻り、 家業である河原の製造販売業を継ぐ傍ら、衛星チャンネル朝日ニュースター、サテライトナイター解説者も務めた。その後は、東尾治から、シニアリーグを立ち上げるので監督をしてみないかと誘われ、1994年から、世田谷西シニアリーグ監督を務める。また、自ら運営に参加するカーツジムトレーナーも兼務し、プロ野球マスターズリーグ、 東京ドリームスの選手としても活躍した。2010年からは、シニアリーグでの選手育成手腕を買われ、横浜ベイスターズ2軍、湘南シーレックス育成コーチに就任し22年ぶりに、球界に復帰。2013年からは1軍がイヤ備ソウルイコーチを務めたが、2014年10月8日に、球団から来期の契約を結ばないことが発表された。ありがとうございます。